ユナイテッドステーツは1952年に建造されたオーシャンライナーでユナイテッドステーツライン所属。総トン数53,329トンの巨大な旅客船で1952年の初女公開でブルーリボン賞を受賞したことによりユナイテッドステーツラインのフラッグシップを務めることとなった。また、ユナイテッドステーツが ブルーリボン賞を受賞したことにより、これまでヨーロッパの船舶が独占していたブルーリボンを10年ぶりに更新することとなった。ユナイテッドステーツの記録は1990年に東回り航路を塗り替えられたが、西回り航路は未だに保持している。ユナイテッドステーツは、動線を所有していたユナイテッドステーツラインが、 貨物輸送船業となったことにより1969年に営業を停止、1996年以降はフィラデルフィアのドックに係留されたままになっている。1939年9月に勃発した第二次世界大戦中、イギリスの客船クイーンメリーとクイーンエリザベスはイギリス海軍に徴用され、 数百人から数千人の兵士をイギリス連邦諸国やアメリカ合衆国との間を輸送するとともに軍事物資の運送に当たっていた。1941年12月に連合国の一国としてイギリスの後を追って参戦したアメリカ合衆国政府はこれらのイギリスの徴用客船の補助としてより多数の兵士を輸送可能な船舶を建造することを決定した。 設計は、数々のアメリカ船舶を手掛けてきた著名な技師の、ウィリアム・フランシス・ギブスに依頼し、建造は、アメリカ海軍とユナイテッド・ステーツ・ラインの共同で、行うこととなった。この船舶の建造費7800万ドルのうち5000万ドルを、アメリカ政府が援助し、残りの2800万ドルを、ユナイテッド・ステーツ・ラインが負担することとなった。さらにこの船舶は、 容易に輸送船に改装でき、1万5千名の兵士を輸送できるように設計され、必要に応じて病院船に転用することも可能であった。1945年8月に第二次世界大戦は終結したものの、ユナイテッドステーツは1950年から1952年にかけてニューポートニューズ造船所のカンドックで建造された。 朝鮮戦争が行われている最中の上に冷戦に突入していた状況であることもあり、有事の際には軍艦として徴用される計画があったため、ユナイテッドステーツは攻撃を受けても沈みづらい海軍仕様で建造された。また、火災の被害を最小限に抑えるため、内装や調度品には木製の部品が一切使用されておらず、船内の設備や カグ類にはガラスや金属など耐火性に優れた材料が使用され、客室の洋服ハンガーまでアルミ合金製であった。これにより、ユナイテッドステーツは海軍の耐火基準を満たすことができた。唯一木製だったのはビルジキールとギャレーの一部であり、ボールルームのピアノは耐火性に優れた珍しい種類の木材が使われた。ユナイテッドステーツはほとんどが アルミ合金で作られており、鋼鉄の下層部とアルミの上層部を接合するために特殊な技術が使われた。また、アルミを使用したことで大幅な軽量化にも成功した。ユナイテッドステーツは、パナマ運河を通過できるパナマックスであったが、船体の幅が105フィートであったため、運河の通過時には壁との隙間が2フィートしかなかった。ユナイテッドステーツは、 当時最も馬力のあるエンジンを積んでいたため、更新の速度が20ノットを超え、航続距離が1万マイルに伸びた。1952年7月4日、ユナイテッドステーツは、ニューヨークイギリス艦を3日10時間40分、平均速力35.59ノットで横断し、14年、前のクイーン・メリーの記録を10時間以上上上回った。また、アメリカへの袋では、 3日12時間12分、平均速力34.51ノットという記録を打ち立てたため、ユナイテッドステーツは西回り東回り航路両方のブルーリーボン賞を獲得し、収益後も巡航速力30ノットを17年間維持した。このため、ユナイテッドステーツは、キュナードラインのクイーンメリークイーンエリザベスのライバルに、ふさわしい船舶だと評価された。 しかし、ユナイテッドステーツの最高速力については故意に誇張され、何年間もそれが信じられてきてしまったという問題がある。速力のテストが終了した後の記者会見で、エンジニアたちは、ユナイテッドステーツの最高速力は43ノットであると発表し、1977年に実際の速力が38.3ノットであるという。 ことが発表されるまで信じられてきてしまった。一般的に、プレーニングのない排水型の船では、単動の船体と通常のプロペラの組み合わせの場合、40ノット付近が限界速度と言われており、これを超える高速船には特別な工夫が施されている。1940年代後半には、ダグラス DC-6 や、 ロッキードコンステレーションなどの大型旅客機が大西洋横断路線に就航し、さらに1958年には大型ジェット旅客機のボーイング707が就航し、ロンドンニューヨーク間を6時間程度で結ぶとともに、運賃も低下したことにより、1960年代に入り、ユナイテッドステーツをはじめとする大西洋横断定期船の乗客は急激に減り、後に来た。 大西洋航路団の定期運航は停止されてしまうことになった。1969年にユナイテッドステーツが定期点検を受けた際、所有する海運企業がユナイテッドステーツの営業停止を決定させ、しばらくユナイテッドステーツはニューポートニューズに経流されていた。数年後にはノーフォークに移動させられ、以降複数の選手の手に渡ることとなる。 最初はタイムシェア形式で売却され、オークションを経て連邦海事局に渡った。当時はベトナム戦争が行われていた上に、ユナイテッドステーツは有事の際には軍艦として改装できるように設計されていたため、輸送船や病院船への転用の計画があったが、結局実現することはなかった。1984年に船の家具類が売却され、 ノースカロライナ州のレストランに収まった。1992年には、新しい選手の手に渡り、トルコやウクライナに栄光された後、アスベスト除去を行った。最終的には、フィラデルフィアのドックに落ち着き、1996年以来、ここに経流されている。ユナイテッドステーツは、ペンシルベニア州週間高速道路95や、 コロンバス通りに面した店イケアから望むことができる。ブルーリボン賞についても、東回り航路は1990年にホバースピード、グレートブリテンに奪われたが、西回り航路は未だに保持している。1999年には、ユナイテッドステーツ財団とユナイテッドステーツ協会の、働きかけにより、国定歴史建造物に指定されている。2003年には、 大手クルーズ企業の一つ、ノルウェージャンクルーズラインが、動船買収、取得した。同社では何度か、クルーズ船への現役復帰を計画したが、船体内部に大量に使用されているアスベストの処理の問題や復帰に伴う、各種機関修復の困難さ、同社の財務状況などの要因から実現には至っていない。2009年には、 NCL は同線の売却を検討していると伝えられた。2016年2月にはクリスタルクルーズが元船の購入計画を発表し伝統を引き継ぎながら最新技術を盛り込んだ改装を施しての最終工計画としたが同年8月に現在の安全基準に対応するための大幅な改造の必要性を理由に購入を断念しクリスタルクルーズは 本線の保存会 s s ユナイテッドステーツコンサーバンシー v に35万ドルの寄付を行うとした。2017年5月からは保存会が博物館や複合施設への改修を図るべく We Are the United States キャンペーンを開始し50万ドルを目標に資金調達を行っている。2018年12月にはニューヨークで不動産投資を手掛ける RXR リアルティがマンハッタン57番不当に係留した上でホテルやイベントスペースとしての再利用に向けた調査を保存団体に依頼したことが報じられている。ありがとうございます。